はい、こんにちは。今日はですね、この、アプリを購入の際などにも必ず入力を求められるタッチ ID なんですけども、これ大体の方がね、使うようになったのかなっていうふうに思ってはいるんですけども、6S から精度が上がったんですけども、それでもね、まだたまに反応の悪い時なんかありますんで、その解決方法であるとか、あとは対応アプリのことなんかをちょっとやりたいと思います。はい、それでタッチ ID の方は設定は使ったことある方は一度やられたことあると思うんですけど、設定のタッチ ID とパスコードっていうところからやるわけですけども、それで最大ね5個まで指紋を登録することができるんですね。で、私の場合1個目は右手利き手の親指、そして2つ目は右手の人差し指と、そして3つ目は左手の親指と、で4つ目が左手の人差し指、そしてねこの5個目なんですけど、右手の親指をねもう1回やってるんですよね。でこれなんでやってるかというとですね、認識のね範囲が広がるっていうことみたいで、認証のね失敗がね減るみたいなんですよね。で特にね6の時はねすごい効果が分かりましたよね。でただねこの今ほら人差し指とか左手もやってますけども、こちらはね登録の数が増えるとね認証にかかる時間っていうのは長くなるらしくてですね、そのことはねこの Apple のホームページでも、これで言うとね中ほどですね、1つ追加するたびに認識にかかる時間が若干長くなりますって書いてあるんですよね。だからひょっとしたら私の場合も利便性取ってますけど、人差し指とか左手は削除した方が早いのかもわからないですよね。それで、あとはね学習機能をね手っ取り早くやる方法っていうのがあるよう でこの設定画面でねこの指をつけるとですね、センサーに、そうするとこうやって読み取り作業をやって、読み取ってる場所の指のね、黒く光るんですよね。で、これをね、繰り返すことによって、通常使っていてもですね、学習はされていくんですけど、少しだけ学習がね、早くなるっていうことがあるようですよね。で、今ね、スイカアプリもね、対応してるんですよね。で、こちら、デフォルト設定だったと思いますけども、スイカの起動ログインの際に、タッチ ID が認証に使えるんですよね。で、こちらはね、この設定、アプリ内の設定からですね、上から4番目かな、タッチ ID の設定っていうのがありまして、これでオンオフが使い分けられます。はい、そしてメモの方なんですけども、メモアプリはね iOS10 から、ロックの機能が搭載されました。で、そのロックの機能を使うのにですね、タッチ ID が使えるんですね。で、このように設定からパスワードっていうところで、一番上のところにタッチ ID を使用っていう項目がありますので、オンオフが、切り替えられるってことですよね。で、もちろんね、普通のパスワードも使えるので、これ私設定しちゃってますけども、このように設定が可能となっています。で、これ、例えば、このテストとかって入力したメモを作って、それで右上のね、共有ボタンを押しますと、下の中ほどにメモをロックっていうのが出るんですよね。で、こちらを押した後に、これ今ね、指で、タッチ ID を押そうとしていますけども、で、こう今つけましたね。で、そうするとロックが追加されると。それで右上のこの鍵のマークでですね、ロックのオンオフが切り替えられるってことですよね。で、今ロックされた状態で
メモをねもう一回表示したいんですけども、このメモ表示ってボタンを押して、そしてね今親指をつけたとこですけども、綺麗にロックが解除されるっていうことですよね。まあこうやって、こうではないです。メモを表示をしてからタッチ ID を押すとロックが解除されるということですよね。iOS 10 から、持ち上げてスリープ復帰のタッチ ID でロック解除っていう機能もまあ追加されたり、まあ、あとはこの Apple Pay ですよね。これもタッチ ID を使った機能ですね。で、まあこのようにタッチ ID はですね、まあ快適な iPhone ライフとはね、切っても切れない機能となりましたんで、まあ反応がね、少し悪いなっていう方はですね、まあこの際ですね、ちょっと指紋の登録方法っていうのを見直してみられてはいかがでしょうか。今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。